絶好調にんにん、よし、どれから話そう、どれから話そう、こんにちは、こんばんは、今日は夜です、今日も朝早くから野球部の、試合態度だったので、ちょっと YouTube 上げる暇がなかったので、今日も夜にしました。で、何からしようかな。なんかいろいろあったんやけど、今セテウスの船っていう、なんかめっちゃ面白い、やっぱ TBS 系最高。なんかもう、まだ言葉になんか言えれんけど、すごいいろんな伏線があって、でもね、でもなんかこうドラマの流れの中に前、やっぱ前向きに生きるっていうことがあって、いや今ちょっとこれハマってたんやけど、ずっと見入ってたら YouTube 投稿できないなと思ったので、ちょっと一旦終わって、今日の朝の鴨明さんのお題は、まあ明日バレンタインデーなんでね、バレンタインデーの思い出と、思い出って別にないんでバレンタインデーに関する思い出はなんか思いつかない。普通に、あ、なんか本当、ね、女子サッカーがね、もういつもね、このくらいのちっちゃいね、もうなんか、ちょこっとのバレンタインデーチョコレートに対して30何人分のチョコレートをいつも買わされようと覚えがあるはい、そんな思い出で書いたのは、あの思い出っていうより、ずっとお嫁さんがね、あの作ってくれてた、あの、手作りチョコじゃないんやけど、なんかケーキみたいな、手作りのちっちゃいケーキみたいなのがあるんですよ。まあそれをね、去年あたりからまた作ってくれだしたんですよ。もうこの仕事になって、まあまあ、あの冷戦が続いて冷えた状態になって、もうずっと作ってくれてなかったのが、去年ぐらいからまた再作りってくれだしたのが、もうめっちゃ嬉しい、ありがとうって。で昨日の夜ね、あのちょっと早いけど、あの作ってるけって言われて、あもうめっちゃ俺これ大好物なんですって言いながら今日帰ってそれ食べれるのが楽しみです。はい、そんなバレンタインデーの思い出、ちょっとこのセテウスの船早く見たいな。もうなんかすごい、なんかもう今5話まで見たんで、でこれアマゾンプライムの方なので、アマゾンプライムはちょっとね、あの 1.5 倍速ないので、もうまるっと45分から50分ぐらい見ないといけないので、はい、頑張ります。明日までに全部見たいです。でも明日はタッチャーの世界タイトルマッチがあるのでね、まあまあまあいいか。でこれはね、ちょっと最近思うちょっとことがあって、まあ成功法則じゃない、成功してる人たち、今のね、バリバリ稼いで成功してる人たちとか、いろんな成功してる人たちがおるんやけど、なんていう、安定した仕事ね、まあ役所関係とか、まあ、議員さんとかいろいろね、成功してる人たち、いろいろいて、でまあ議員にね、これは本当マジで議員さんになろうかなとか、こういう仕事をして豊前をね元気にするとかいう仕事してたら、なったらいいじゃない先生とか言われて。で同じインストラクターをしてるような人でもなった人とか、まあ豊前市長も健康をね一番推進してる人なんですよ。じゃあそういう人たちが自由があるのかっていうと、やっぱ自由がないんですね、見ててね。自分のやりたいことで人を健康にしたいことがやっぱできてるのか、ちょっとできてないのと、あともう会議が無理ですよね、俺じっとできないんで。もうこうしてる状態でも今ちょっと我慢して、やっぱすぐ貧乏ゆすり始まったり、こうやって動き出したりするし、とにかくじっとできないので、まあ、議員は無理やなとじゃあバリバリ稼いでる人たち、バリバリ、もうこれはね、それこそ鴨明さんとか、鴨さんとか、まあ、斉藤ひとりさんもそうですよね。もうだって納税額1位ですからね、日本で、バリバリ稼いでる人たちで安定してる人たちとかも見て、あーって。でもやっぱそのお金のブロックがあったりね、そういうのがいろいろあったりして、で
ね、あやっぱこうストレスなんですよ、でもそういうメンタルブロックを取っていてね、なっていくんでしょうけど、でも本当ね50歳になって本当に思うのはもうあと残りの50年は、過ぎたことしていきたいんですよねって思ってたら、本当ね今そうなんですよ俺がね、年収何千万とか何億とかいう人間じゃないけど、じゃあ毎月もうこの1年毎月の支払いで困ったことは一回もないんですよ、その前去年はね一昨年だ、一昨年はちょっとあったんですよ、その前、ちょっとずつやけど、で今年は一回もないんですよ。で支払いとかが困ったことがなく、まあ過ぎたことしてお金を使えて、みんなを健康にする仕事ができてるんですよね。でコロナのおかげで圧倒的に仕事量は減ってるんですよ。で去年から言ってる、仕事量を半分にして収入を倍にするっていうね、これにどんどん近づいてるし、今その収入は倍になってないかもしれんけど、収入的にはもう不安はないんですよね。もう俺に必要なお金は必ず入ってくるって言ってるだけに、必要なお金は入ってきてるんですよ。だっけもう今でもう完璧やんみたいな。あとはだからいつも言うように目の前無前を元気にするっていうことをやってたら、じゃあこれでも元気にできますかっていう試験がやってくるし、これでも笑顔にな、最終的目標は、笑顔で今世終わるっていうのがね、最終的な目標なんで、じゃあこれでも笑顔になれますかっていう試験がね来るんよ、来るんですよ、で、今俺完璧成功者やんって、もう現時点でいつも楽しいし、ついたお金が入ってきて大好きなお金入ってきて、ちゃんと支払いも滞りなくできて、まあ、去年がその苦しかったとしてもできないわけじゃなかったですからね、ちゃんと借金と、本当すごいの、借金をせずにずっとね、できてるんでね、本当素晴らしいなと思うんですよね。先行投資とかもなく、ね、借金して先行投資とかもなく、やれてるんでね、まあ最高やんって本当にね、気づいたっていうかね、今を満足して今に感謝して、で目の前に来るこれじゃあこれでも、感謝して満足できますかっていう出来事をこなしていったら、俺のなのかレベルはどん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 勝手に上がっていくんでねああもうこれでいいやみたいな、でセテフスの船が早く見たい、もう本当にこの世の中楽しむアイテムはいくらでもあるんでね、で笑顔になる修行がね、どっち先にしようでね、今日ひとりさんのカードを引いたらまたこれがまたすごいでしょ、これあなたにとって今が修行の時です、笑顔で乗り越えましょう、誰でも何らかの修行をしています、それはもともと人間は何らかの修行をするために生まれてきたからです、修行とは嫌なことか苦手なことと決まっています、得意なことでは修行になりませんからね、どんな修行も時間が経てば終わります、ただし修行を笑顔で乗り越えたか苦痛の顔で乗り越えたかをいつも神様は見ています、そして苦痛の顔で乗り越えた人には罰を、笑顔で乗り越えた人にはご褒美をくれるものです、だから笑顔で乗り越えなくてはダメなんです。やっぱこれ出たことはこの話しよう、もうこの話鮮明かなと思ったけど一旦停止で捕まったんです今日ね一旦停止で捕まったんですよ、でね、やっぱね最近やっぱ車の運転がねちょっといろんなことがあってちょっと散漫になってたんで、あもうそれこれ気をつけないけん気をつけないけんって思いよったんやけど、やっぱねで来てでね、後ろからね止まんなさい、はな何がみたいな、いやスピードは全然出てねかったしみたいな、一旦停止ですだけ張ってたんですよね、あそこが一旦もうすごい、もうどう考えても20代ぐらいの、もうごめん若造がね若造がね地元の人ですかって、地元ですよ、もうこんくらいしか上がってなかったけど半分がちょっとこんなか、もうなんか本当に苦笑いよ、あれ最初苦笑いから苦笑い、もうひとりさんもね最初はもう絶対こうハプニングが起きたら心曇ってるんですよ、はあみたいな、
いや地元ですよ。地元なのに青子いたんでしって知らないんですか。あ、いや、あのもう書くんで早く持ってきてくださいって、もうね処理をね。でもうもう顔見た瞬間もうやっぱもう、まあ、昔はねあの普通のヤンキーだったんで、もう警察の服を見るとイラッとするんです。ごめんなさい、イラッとするんです。あの権力を傘にこうなまとってるやつを見るとイラッとするんです。悪やな。ブラックマトちゃん出てるな。ね、でもううってなんか、うん、なんかもうガーグワーってグワーってなってるんやけど、いやもうこれは絶対に笑顔にせんといけん、笑顔にできるアイテム、笑顔にできるアイテムって、あの警察屋さんが向こうに行ってる間に、あーってもう携帯をねポッと出して、動画にして、で投稿はしないですよ、投稿はせんないけど、向こうから来ると盾捕まっちゃいましたイエーイとか言いながら、で警察がもう向こうから来るのも、来てありがとうございます、インスタ映えさせてもらいましたつって、このまま動画撮りながら下手したら捕まるかもしれんような。ほんでもう向こうもムッと来てるんやろうけど、すごい笑顔で、いやもう本当気をつけます、ありがとうございますってね、これ捕まるとあの気が引き締まるんでみたいな、あの本当わけのわからないこと笑顔でダラダラ言いながら、で、あこれあの2月20日までに222めっちゃ語呂いいですねって言いながら、で自分でも、あでも本当にあの一旦停止でぐらいで捕まって、本当はもっと、これカモさんも言ってたんですよね、確かあの交通あの違反で捕まるとすごいあのね、このおかげで大事故に起きなくて済むって、また一個ね一旦停止張ってるとこを知れたんでね、何か所かあるんですよ、30キロのところあのネズミ捕りしてるとことか、ここ一旦停止線でいいやろうっていうところを張ってるとことかがもうまたね一個見つかったんで、っていうふうに、最初曇ってブラックマトちゃん出たけど、でもその時も半笑いやったんでね、20点ぐらいから最後は80点ぐらいまでにいけたんじゃないですかね。でもその後もちょっとこうやっぱ警察に、あでもやっぱそれね、いろいろ警察に捕まってもやもやイライラ、ざわざわってあるけど、まあ、今回はかなり高得点でしたね。このくらいで済んでありがとうって思えたし、まあこの間ね車をガリガリって、ぶつけた時に比べたらもう全然 OK だったので、修行は笑顔で乗り越えました。ひとりさんありがとうございます。でこれが今日出るっていうのがまた素晴らしいと思います。そんな感じ、今日結構喋った、あそれでも13分や、よかった、あ13分、じゃあこれで終われるっていうことは4級か3級で今日も終われますね。はい、終われるかもしれんけど、まあいいや、笑顔で乗り越えました、よかったね、はい、ほっほっはっはっはっほっほっはっはっ、イエーイ、いいぞいいぞ、イエーイ、大丈夫でしょかよ、大丈夫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 、なんとかなるでしょかよ、なんとかなる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 、ついてるでしょかよ、ついてる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 、オッケー、高評価ボタン、チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください、2倍速で見てください、よっしゃ、あいいね、じゃあどっか4、9で終わります。また今からセテウスの船楽しみます。よし、じゃあついてる笑顔でにゃっプチ